クラッシュアンダー60キロファイト3分3ラウンドマッチです。赤いグローブ、左のローキックからサウスポースタイルが落合潤31歳、対してやはりサウスポーでこの右も強いストレートから左ローキックフックと青いグローブは篠崎澄人34歳です。さて小比類巻選手、小比類巻道場の門下生、そして指導もしているというのが篠崎なんですが、思い切った攻撃ありますよね。そうですね、パンチの技術も上手だし、あとは動きもすごくいいですね。一気に来ますね、スタンディングダウン。ボクシングの土台がある篠崎なんですが、中村さんも早くもダウンを奪いました。そうですね、落合選手は結構蹴りで試合作るタイプなんで、ロー前蹴りで、距離取りたいところだと思うんですけど、篠崎選手が先にもうパンチとプレッシャーかけて、そのままもうダウン取りましたね。もうちょっとこのバックスピンもあるんですが、落合の戦いを小比類巻選手なぜか何かもうさせないぞという印象ありますね、篠崎。そうですね、やっぱりリズム感早いし的確になってますよね。ただ落合選手のこのロー重いですね。おー、これそうですか。見てる以上に重いですね、これは。これ対策というのももちろんあったとは思いますけれども、その中で左バシーンという音鳴り響いている。このパンチ、青いグローブ、うなりを上げます篠崎。ここまで6勝3 KO 勝ちというのが篠崎、9勝3 KO 勝ちというのが年頭派の落合です。でも中村さん、ここから落合も粘りありますからね。そうですね、やっぱり落合選手は最後この左のローにつなげたいですね。左フックもあります。さらに前蹴り、一旦自らをでも落ち着かせるような印象もあるのが篠崎です。篠崎選手はローをもらっても関係なくぐらいの感じでパンチでいきたいんじゃないですか。そうですね、一つ芯の強さはバックスピンキック、左ストレートは落合、さらにローキックへ左のパンチ篠崎、右フック、ここでロープに詰めていくんですが、落合がそれでも前へ、強いローキックにはパンチの篠崎。今ので切れましたね。切れた、顔面カット、落合の右の眉のあたりでしょうか、まぶたでしょうか、切れてますね。いや、篠崎のパンチ、中村さん、それだけ強いんですね。そうですね、さらにそこへ、これはもうお互い我慢比べというか、もう落合選手は足蹴っていくと思うんで、これでどれだけ削れるかですけどね。長期戦も見据えてと言えそうですね、赤いグローブの落合。いや、でもカットがありますので、